ということで、賛成でございます、はいはい、事実をありてに伝えるという点におきましては新聞もそして私どもの本番生撮りエロビデオも同じでございますですが私どもは表ビデオ業界でお仕事をしておりまして、まあ、これは合法的なあのフィールドなのでございますけれどもそういたしますとどうしても修正というものが必要になってまいります。エロビデオでございますと目に見えてこう形としてモザイク修正などがございますから、あ、これが修正なのだ、この向こう側にはどどめるバギナがあるのだですとかお客様はそれなりに想像してご覧になっていただけます。ですが新聞ですとその修正というものが完全にそこに存在しないのでございますね。ですからそこに修正が施されているのかどうかということをお客様はやはり疑ってご覧になれることが必要であると思います。なるほど、なかなかいい席だな。これで前もってディレクターが来てもらえということなんて来てくれはったんです。で今日はそれぞれ出てきてもらいます。黒木さんちょっと出てきてください。いたします、はい、どうも皆様はじめまして、黒木川です。よろしくお願いいたします。あ、すいません、あの、はい、何ヶ月に出てるリンダ藤本じゃない。しかしございません。そんな感じ思いません。あの、こうしてね、ね、はい、あのインタビューしはったら、はい、ね、なぜ今受けてると思いますかって聞いたらいろんなこと言わったらしいねんな。ええ、あの私自身今お仕事をさせていただいているというよりは日々哲学をいたしておりますのです、うん、そして何かこのお仕事というのが私にとって、うん、これは放送で言ってもよろしいのですね、まあ、私のバギナに最もマッチする巨大なペニスであったというこのアダルトビデオモデルという職業がで、私が今こうやってエロピシズムの空間に身を委ね日々哲学をしているその愛液の雫を、ビデオメディアを通してですね皆様が味わってくださっているのではないかと私はそのように確信しておりますけれども、いかがでございましょうか。笑いながらバギナ言うたらあかんと思う。そうそうそう、バギナを、はい、神聖なものでございます、はい、そんなバギナを。お見事でございます。何が見事やそんなバギナ言うたらお見事でございます。それが取らせどんだけ気ぃ使うの。前からもこんなのしてるから普段の人にこんなの押さえてる。大好評は聞ける情報の黒さんやってくれるよ。今日は解放していただけたんですか。そうですね、今日は久しぶりに、はい、脇がうずいておりますので舞台で最後ご無沙汰してましたもんね、しばらくね。先週来て来てってね、うずくんですよね。どうぞちょっとご覧くださいませ。はい、嬉しいわ、ひじきちゃんね、本当にね。ありがとうございます。さ、ということでですね、ビデオの時には私は時間と空間の観念を消失してしまっております。全く私の目の前は白濁した白いスペルマの海とかしているわけです。出ましたね、メルマの海。